サッカー J2 モンテディオ山形は1日に J1 昇格プレーオフ準決勝に臨みます。27日のトレーニング後に阿部選手と土井選手に話を聞きました。相手のやりたいことをやらせてあげないことが一つだと思ってて、まあ、アウェーで、暑さもありましたけどそこの部分では結構苦しめられたっていう印象があるんで、言葉は汚いかもしれないですけどそういう相手に対しては少し嫌がらせも必要なのかなと思ってるんで自分なりの準備で、いいものを、ね、週末に出せるようにしたいなと思います。得点こそそこまで多分多くないチームだと思うんですけどやっぱこう守備でも固くやってくるチームなんでそう簡単に勝てない相手だと思うんですけど、まあ、本当こう自分たちが積み上げてきたものをぶつけて、いけばこう勝てるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、そこはぶらさずに、やりたいなと思います。まあ、僕たちもこう守備で、コーナーからの失点というのは、この後半戦、少なくなってるんで僕らも守備得意なんで、どっちが得意強いかっていうのは、まあ、証明できるんじゃないかなと思います。 J1 昇格に向けて、全員がこう一致団結してますし一丸になれていると思うので、まずはこの第一戦で勝ち取れるように、いい準備していきたいと思います。まあ、みんないい雰囲気で、やれてると思うんで、はい、楽しみです。隙を突かれたり突くところだったりっていうのは、まあ、プレーオフに限りたことじゃないんですけどこれまでのリーグ戦もやっぱり僕らはそこを細かく見つめ直してきたからこそここまでの10位まで持ってこれたっていうところはあると思うんで積み重ねっていうのをプレーオフでもしっかり出せるようにすれば、まあ、だいぶ有利にゲームを進められるんじゃないかなと思います。やっぱりホームでの声援というのは選手にはすごい力になってますし個人個人が苦しい時にやっぱ一歩こう踏み出すきっかけっていうのをサポーターの方々の声援で踏み出すことができるんでアドバンテージはやっぱりすごくあると思いますし逆に僕らもサポーターの方々に元気だったり勇気っていうのを、与えられるように、ピッチで示せればなと思います。まあ、災害なんかでまだ苦しんでいる人がいると思うんで、まあ、そういう方々にも、しっかり元気を与えられるように、J1 昇格したいと思いますし、まず目の前の1試合というところで岡山戦に向かって、僕らしっかり準備していきたいと思うんで、皆さんの、温かくも、期待も込めて、たくさんの声援を送っていただければなと思います。